皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの花山さんのカツノシリーズから新作が久しぶりに出たので、こちらのパズルを紹介していきます。これキーロックパズルというね、こういうまあいわゆるはめ込み式のパズルなんですけど、ぴったりこの隙間を埋めるっていうタイプじゃないんですけどね、4つのピースを枠内にロックと書いてありますが、この4つのピースをね、この枠にはめるんですけど、枠にはめた時に、まあピース4つはめて、中でスライドしたり動かないようにはめてくださいと。いわゆるこういうパズルを、アンチスライドパズルって言うんですけどね。中にこうはめて、中でピースが動かないようにぴったり収めなさいっていうパズルです。で、まあ、活脳シリーズね。脳へ適度な刺激を与え、エゴで楽しく遊べるパズルシリーズです。まあ、花山さんで言うと、ハズル以外のパズルシリーズ、今、活脳ってシリーズなんですけどね。この新作、キーロックパズルやってみたいと思います。ちなみに、活脳シリーズ、新作もう一種類実は出てて、毎日脳トレカレンダーって言うんですけど、まあ、こうはめてってカレンダーを作るね、パズルですけど、それに関しては、花山さんでも廃盤になってるウッディスタイルっていうのの頭のストレッチカレンダーっていうのがありまして、それのまあリバイバル版、活動になって再販みたいなことなので、そのね、以前のウッディスタイル版のやつは僕の動画であるので、それをご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。まあ商品自体は多分それと同じだと思います。で、今回はこれをね、キーロックパズルをやってみます。開けてみましょう。さあ、キーロックパズル開けてみるとこういう感じです。ここにピースが4つ入ってますね。これは4つは形は同じかな。で、まあ枠が、これがレベル4、レベル3。で、反対側にレベル1、レベル2と。まあこの枠の中にピースを収めて、ピース自体が縦にも横にも動かないように入れなさいと。そういうパズルですね。キーロックパズルと書いてあります。で、今回、活脳のカタログが、あとこれね、ロジカルニュートンシリーズも。まあ、活脳も結構いっぱい出てますので、ぜひぜひ他のもチャレンジしてみてください。さあ、とりあえず今回はね、まあ、1と2をね、やってみよう。まあ、まず1ね、ここに、スライドしないように収める。まあ、例えばですから、こうやって入れると、こう動いちゃうんで、これが動かないようにぴったり収めようと、そういう感じですね。横には入らないのか。ってことは、例えばこうだとダメだな。これで横に動いちゃうから、これだとダメなのか。ほうほう、まあどっか噛み合わせないといけないのはいけないんでしょうね。こうとかでいける？あ、こうかな。お、これでどこにも動きませんと。お、クリア。こんな感じです。ピースがどっちにも縦にも横にも動かないように収めると。1クリアで、2か、2か、急にでっかくなりますね。まあちなみにこれがレベル2で、3で4なので、これがおそらく一番難しいんですけど、ただ2が一番広いので、感覚的にはこれが一番難しそうなんですけどね。これに動かないように収めるの？え？どうすんの？これって、届かないから、こういう感じで、とりあえず動かないようにってことは全部接しておかなければいけないわけですから、え、こういうこと？これに難しくない？あ、でもそっか、こうでここに縦に入れればいい。ここでストッパーをかければいい。あ、でもこれだと動く。
あ、こうか。あ、でもこれでも動くよね。うん。あ、ってことはこういうこと？こう。こう。まんじみたいにすれば。あ、でもこれだと動くよな。これだと動いちゃうから、これがうまく角とかが噛み合えばいいの。こうでも動くよね。これを動かさないようにするので、こう。こう。あ、こうか。あ、こうだ、こうだ。おお。こういう感じです。おお、2。完璧。ということで今、レベル2が解けたので、まあ、あと3と4を残すのみなんですけど、あの後一応やってみて、まあ、解けました。ですけど、今回はまあ、3と4はね、これ、ぜひ手に入れてチャレンジしてみてくださいということで、ちょっとね、秘密にしておきます。とりあえず、はめてみた感想は、もうね、2と比べてめちゃめちゃ難しい。いやー、すごいです。特にね、まあ、3が結構難しくて、4がさらに難しくて、だって、4、こんなに広いんで、どう考えても動きそうなんですけど、ただ動かないところにね、ちゃんと収まります。収まるっていうのかな。いや、これはだから、本当にぜひぜひ、これを手に入れてやってみてほしいなというのも、皆さんにね、ぜひ宿題ってわけじゃないですけど、ぜひぜひチャレンジしてみてください。本当に難しいです。ちなみに僕が3が、1時間ぐらいかな。4も1時間ぐらいかかりました。いやー、まあ3が解けたからといって、4も、まあなんとなく似てなくもないけど、やっぱりね、この広さでこれをね、スライドさせないように収めるの超難しいです。ぜひぜひチャレンジしてほしい。で、この記録パズルね、このパッケージの中にも回答図はついていないので、まあ、サイトの方でもしかしたら提供してるかもしれないですけど、もしこれ手に入れて、3と4、全然できないって方は、ご連絡ください。別で答えを用意しておきます。まあ、もしね、どうしても解けないから答え教えてっていう場合はご連絡をください。ただ本当にこれはね、悩んでほしい。これと3と4。本当にこの1と2に比べてはるかに難しいですから、まあ、パズル好きな方はぜひぜひね、やってみてください。ということで今回、花山さんのキーロックパズルですね。勝野シリーズご紹介しました。もうこのアンチスライドパズルというね、この今までにないパターンのパズルですけど、本当にただ詰め込むんじゃなくて動かないようにするというその工夫というかね、どうやったらピースが動かないのかっていうのをぜひぜひ考えながらチャレンジしてみてください。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。